国民民主党森友子毎日新聞に記事作成を指示か原英二、誹謗中傷裁判で明らかに現在国民民主党の森友子さんや毎日新聞に誹謗中傷されている原英二さんによりますと森さんを名誉毀損で訴えた裁判の中で森さん側が裁判所に提出した答弁書の中に次のような ががあることが明らかになりました、えー、森さんがですね、漁業法改正に関わる経過を調査し、そこで明らかになった事実をもとに、毎日新聞が取材を重ね、記事が掲載されたとなっており、まあ、こちら、要するに、森裕子さんが毎日新聞に資料を提供し、記事を書くように指示した可能性が出てきてしまいました。 こちら本来はこういったマスコミは政府や国会議員など権力を持つ存在に対し徹底的な調査報道を行い何か問題があればそれを正すきっかけを国民に与える国民に必要な情報を提供する責務があるはずでございますが今回の場合はそういった権力側と 日新聞がズブズブブの関係になっていることが明らかになってししままいました。まあ、こういった問題、民主党の残党、おかしな野党の構成員が国会で取り上げるためにマスコミに記事を作らしているのは公然の秘密となってしまっており、先日、立憲民主党の枝野代表の秘書もマスコミと連携していることを、 認めておりましたが、現状、日本においては、マスコミにおいて、記者において、ジャーナリズムが守られておらず、まあ、それどころか、実態は記者ではなく、活動家がですね、記者という地位を、権力を悪用して、プロパガンダを垂れ流し、世論操作を行っているという問題がございますので、 原英二さんには、この裁判において、森さんの問題だけではなく、マスコミの問題についても、ぜひとも徹底的に明らかにしていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました